どうだどうだ、始まってますか？始まってる、どうですか、始まってます。あ、こんばんは。始まってますかね。バッチリですね。バッチリ。それでは改めまして、皆さんこんばんは。私たちは蓮の空女学院スクールアイドルクラブです。よろしくお願いします。はい、蓮の空女学院1年木下香穂です。今日もよろしくね。よろしくお願いします。蓮の空女学院2年の音宗小杖と申します。本日もよろしくお願いいたします。いたします。よろしくお願いいたします。はい、同じく蓮の空女学院スクールアイドルクラブ1年の村野さやかです。皆さん何卒よろしくお願いします。何卒よろしくお願いします。はい、2年の夕霧つづりだよ。よろしく、よろしくお願いします。お願いします。あと好きな食べ物はさやとチョコのケーキ、好きなことは日向ぼっこ、あと最近はお絵かきも好きだよ。すずり先輩、あ、そう、ちょっと自己紹介頑張ってみた。どうだったかな。やばかったですもんね。ありがとう。じゃあ次はルリー。はい、蓮の空女学院スクールアイドルクラブ1年の大沢ルリノだよ。みんな今日もよろよろしくお願いします。さて、はじめに皆さんへお伝えしなければならないことがあります。藤島めぐみですが、体調不良のため本日のウィズミーツを欠席させていただくことになりました。みんな、ごめんね。ルリが責任持ってめぐちゃんをしっかり休ませるからね。あ、でもめぐちゃんギリギリまで出たいってすっごく頑張ってたんだよね。でもこういう時は無理しないで休むのが一番だからね。はい、めぐみ先輩の分も今日は1年生組のパワーで盛り上げていこうね。はい、そうですね。ルリノさん頑張りましょう。かほちゃん、さやかちゃん、ありがとう。ルリ頑張る。頑張りましょう。私が言えたことではないのかもしれないけれど、みんなも体調には気をつけましょうね。はい、はい。では改めて配信を始めさせていただきます。少し遅れてしまいましたが、せーの、ハッピーハロウィーン。みんなお待たせ。ちょっと遅れちゃったけど、今日はハロウィン配信ということで、私たちの衣装もハロウィン仕様でーす。みんな、トリックオアトリート。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。しちゃうぞ、しちゃうぞ。いたずらをしますよ。かわいいだって。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ハロウィン衣装かわいい。わあ、ありがとう。嬉しいね。せっかくだからみんなでくるくるする？したいしたい。しましょうしましょう。もう、あ、カホ見えにくいかな。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー、ありがとうございます。せーの、くる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 。ダンちゃん、ダダ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 。かわいい。あまりこうミスライブの時に後ろまで見せれなかったことが多いので。そうだよね。はい、ルリちゃん髪型かわいいだって。ありがとう、ありがとう。とてもかわいいよね。お似合いですよ。ありがとう。おお、かわいいな、おしゃれ。すずり先輩の髪型が好きと書いてました。ありがとう。かわいいですよ。デザイン好き。嬉しい。あ、そういえばさ、ルリさ、ルリじゃない、みんなさ、あれもらったよね、リョーボさんから。そう、いただきましたね。実はね、かぼちゃにいっぱい入ったお菓子をもらってね。そう、そう、すっごい美味しかったな。美味しかったね。また食べたい。食べたいですね。え、
べちゃったんですか全部、うん、食べた、美味しかった。すごい。おー、かぼちゃといえば、お、見て、後ろのホワイトボードもハロウィン仕様。仕様です。あ、ぜひぜひ見てもらいましょう。かぼちゃ、かぼちゃ、見えるかな、見えるかな。ありがとうございます。うん、うん、うん、そう、かぼちゃとお化けさんとお月様に猫ちゃん。かわいい。猫さんかわいいですね。座ってるのかわいいですよね。そう、全部僕描いたんだ。お幸せですね。すごいですね。ってました。うん、ありがとう。すごい。リボンもつけてるんですか。あ、そう、おめかし。かわいいですね。おめかし、おめかし、おめかし。え、うん、上手、天才ですって。そうだった、そうだった。さすが、うん、うん、かぼちゃも可愛い、ありがとう。次ににゃんこ、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 うまい、うん、おー、かわいい、じゃあ、ありがとう。そんな感じかな。はい、ね、ありがとう、ありがとうございます。書いてくれて。見えてますか？見えてる。あ、あ、あ、どうかしら。あ、ありがとう、ありがとう。みんなごめんね、ちょっと電波が割れてて。ごめんね。申し訳ございません。見えてるよ。あ、よかった、ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。ごめんね、ありがとうございます。ありがとう。それじゃ、小勢先輩よろしくお願いします。お願いします。では、それでは今日の本題に移りましょうか。はい、先日の林道祭で行われたフェスライブについて、皆さん、当日はたくさんの応援をいただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして、まず何より皆さんにお伝えしたいことがございます。はい。先日のライブは、私たちが目指しているラブライブ地区予選へのエントリーを兼ねたものとなっておりましたが、審査の結果、あ、失礼いたしました。審査の結果、無事に全ユニットが地区予選を通過いたしました。やったー、通過しました。嬉しいですね。よかった。これもひとえに応援していただいた皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、よかったですね。嬉しいね。嬉しい。あ、おめでとう。2倍ちゃんと、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいペンライトが光ってる。嬉しい。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。今後も私たちはラブライブに向けて頑張ってまいります。今回も皆さんから送っていただいたフェスライブの感想をご紹介していきたいと思います。うん、それでは早速お便りを読んでいきましょうか。あ、はい、うん、じゃあ僕読む。お願いね。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、あ、まずはニックネーム、フランさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。スクールアイドルクラブの皆さん、ハロウィンライブ、そしてラブライブ地区予選、お疲れ様でした。うん、ありがとうございます。ございます。画面の前で微力ながらも応援させていただきました。地区予選ライブではステージに立っているわけでもないのに、自分の部屋まで独特の緊張感が漂っているように感じて、思わず背筋が伸び、じっと映像に見入ってしまいました。ステージ上の皆さんの緊張を考えると恐ろしいです。これがラブライブなのだと改めて
その重みを感じました。そんなプレッシャーの中でも皆さんにとっても素敵なライブをしていてとても感動しました。地方予選やその先も蓮の空の皆さんを最後まで応援しています。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。 PS ハロウィンライブはいつものフェスライブと同じかそれ以上にとっても楽しかったですってプランありがとう。プランさんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。あの皆さんのおかげで本当に地区予選を突破することができました、うん、引き続きねラブライブ優勝へ向けて頑張ってまいります。はい、うん、まだまだ頑張っていきましょうね。そうね、うん、では私が読ませていただこうかしら。お願いします。お願いします。つづりもしよかったら。あ、そう、そうだよね。僕お手伝いするよ。ごめんなさいね。して。ここ大丈夫。多分出ましたかね。うんうんうん。どうだろう。うん、お願い。では私が読ませていただきます。ニックネームメントールさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。蓮の空の皆さん、こんばんは。こんばんは。10月のハロウィンライブ、そしてラブライブ地区予選エントリーライブ、本当にお疲れ様でした。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。全体曲のトリック&キュートの衣装がすごく可愛かったです。これですね。2年生は魔女、1年生は見習いの魔女っ子さんみたいでした。暗闇で発光する仕掛けにもびっくりしました。曲もお祭りにぴったりな賑やかで楽しい曲で、まるで魔法にかけられたような楽しいライブでした。エントリーライブはどのユニットのパフォーマンスも素晴らしくて、みんなの本気が伝わってきました。絶対に全ユニット予選突破してほしいです。ふれふれ蓮の空。あ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。無事に突破しました。はい。いやでも本当に楽しかったよね。衣装もなんかネゴちゃんが結構いろいろと考えてくれて、ルリはもう着させられるがままって感じではあったんだけど、でもすっごいお気に入りで、1年生2年生で分かれててめっちゃ可愛いです。本当に衣装もやっぱり派手派手って感じで、なんかお祭りって感じがして賑やかで楽しかったよね。そうですね。楽しかったです。ではね、引き続き次のお方も読んでいきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。これで大丈夫ですか。よかった。では読ませていただきます。お願いします。お願いします。ニックネームアマラクさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あじま、これはさやかさんに読んでもらった方がいいのかもしれないわね。私ですか。お願いできるかしら。はい、わかりました。ではね、私がですか。それでは改めて読ませていただきますね。お願いね。お名前の方から。お名前アマラクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。始まっていきなりのさやかちゃんのソロ曲ランウェイが披露されて本当にびっくりしました。さやかちゃんの決意が込められていた歌で聴いていてとても感動しました。さやかちゃんが言っていたように、さやかちゃんと蓮の空女学院スクールアイドルクラブのこれからの活動にいっぱいいっぱい期待しようと思います。だそうです。アマラクさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。改めてこう、伝えてくださるのって本当に嬉しいですね。本当にかっこよかったよ。本当ですか。ありがとうございます。
このランウェイという曲は、私が作詞作曲をさせていただいたんですけど、そのやっぱり正直な思いというのが一番こう皆さんにこう届いてほしい気持ちといいますか、皆さんにこう素直に本当のまっすぐとした気持ちを伝えたかったので、歌詞もその情景をたくさん使ったり、その実は授業中によく窓の外を見ていたんですけど、はい、そのこのランウェイという言葉の意味もいろんなものが合わさっていて、私自身実は練習してきた中であの本番が一番本当に良かったので、それが皆さんに届いて良かったです。あとはそのもちろん自分自身たくさん考えてきてパフォーマンスをしていたんですけど、あのステージを披露する前に目を開くと皆さんのペンライトが表情色に光っていて、よりこう表情色ってやっぱりこう水色って冷たいイメージがあったんですけど、皆さんのおかげでものすごくあったかくなって、緊張せずより皆さんの期待を持ってパフォーマンスに臨めたんじゃないかなと思っています。皆さん今も表情色本当に嬉しいです。本当に嬉しいです。皆さん、そしてあの天楽さんももちろんですけど、終わった後にたくさんこう皆さんからのメッセージを見てすごく胸が高鳴りました。改めてありがとうございます。私たちも舞台袖で聞いててなんだかジーンとしちゃったよね。グッときた。ありがとうございます。本当に素敵だったよ。皆さんのおかげでもあります。ありがとうございます。それでは次のお便りに行きますかね。はいはい、じゃあ私が読みたい。ありがとうございます。お願いします。お願いね。ニックネームひろすけさんからいただきました。ありがとう。ありがとうございます。林道祭お疲れ様でした。ハロウィン衣装がすっごく可愛かったです。それにあんなに暗闇で光るなんて。ステージのかぼちゃも可愛かったですね。後ろにあった一番大きいかぼちゃは少しルリちゃんに似ていたかな。とにかく最高オブ最高のステージをみんなありがとうだそうです。ひろすけさんありがとう。ひろすけさんありがとうございます。あれルリ気になりますね。ルリに似てたかな。ルリってかぼちゃだったの。違います。違います。違います。言葉のあゆみさん。違います。どんな感じかしら。違いますよ。似てるかな、ルリとこれ。美味しそう。わあ、食べられるよ、さやかちゃん。食べられるよ。食べると思ってコメント来てるよ。本当。まあ、褒め言葉として受け取っておきましょう。お、じゃあ、次のメールに行こうかな。そうですね。じゃあ、お次は。ほら、じゃあ読みます。どうかな。ひろすけさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ニックネームマチュピチュオさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最近ハスの空にハマったので、今回のフェスライブが初めての視聴だったのですが、なんで今までこんな最高なものを見てこなかったんだってなるぐらいとても楽しめました。これからのフェスライブはしっかり見ていこうと思いましたし、今までのフェスライブのアーカイブも見ようと思いますとのことです。マチュピチュさんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。今回が初めてだったんですね。嬉しい嬉しいね。でもこう今までのフェスライブも本当にたくさん、こう見れるので、皆さんアーカイブがあるので、ね、ぜひ、初めの頃はきっとすごい緊張はしていたと思うんですけど、今とこう比べてみてくださると嬉しいです。ぜひぜひお気に入りの曲とかも見つけてみてね。お願いします。見てね。どうかな。あ、ようこそやでーと。ようこそでー。ようこそやでー。ありがとうございます。すいません、たくさんのコメント本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは本日のお便りはここまでです。
無事に林道祭を終えられて、全員で地区予選も通過できて、本当に良かったわ。みんな、お疲れ様。お疲れ様です。さて、そろそろ終了のお時間となりました。あ、みんなコメントもありがとうね。ありがとうございます。この後はウィズミーツアフター配信もありますので、よろしければ引き続きお付き合いください。はい。また次回のフェスライブは11月29日水曜日夜8時から金沢城公園特設会場での開催となります。どうぞお楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。あ、そうだ、最後にもう一つだけやっていいですか。さやかちゃん、ルリナちゃん、ちょっと、はい、あの先輩たちに、はい、こそ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 先輩たち、トリッコはトリート。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。しちゃいます。どうぞ。何するの？あれこれは後でお菓子とワクワク用意したそうでしてくれると思ってたのに。フェスライブ頑張ったご褒美があると思ってたのに。いたずら。あれ考えてなかったですね。どんないたずらがいいんですか？わかんないです。考えてなかった。どうしよう。もっとこうした方が良かったんですか？めぐみが治ったら、改めてみんなでお茶会を開きましょう。お茶会。やったー。それでは今日はこの辺りで終わりにしましょうか。はい。では私が締めさせていただきます。はい、お願いします。頑張れ。大丈夫かな。それでは皆さん、またお会いしましょう。またね。ありがとうございました。ぼっち。